質問に答えてくれよ。喫音のことでも、ああはい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 、オッケーオッケー、いいでしょう、聞きます。俺は喫音のことどう思うか、ちなみにやけど俺もだぞ俺は絶対にバカにしないぞ、俺もだから。小学校の頃が一番ひどかったわ。でも結局過ごし方と生き方とメンタルだわ、正直な。お、俺はそうだぞ。別にこれまで聞かれてきたことがなかったから、あ、特には言わなかったけど、俺そうだよ。あとな、喫音ってな、言いにくい行が多分存在すると思う。お前は何が言いにくい？俺はあ行です。こうなんかで、やっぱ自分で考えるわけよ。どう喋ったら言いやすいかなとか、どう喋ったら言いにくいかなとかあるわけや。ほんで俺はあのね、喫音がどういう症状かっていうと、言葉が出にくい、めっちゃ。俺の中ではあ行が出にくい。みんなの前で来てたはずかな。まあまあ、わかるわかる。俺も小学校の頃がめっちゃそうやったし、小学生の時ってもうえげつないやん。このみんなの飲んでりの、飲んでりの塊やけん、もうきつったらマジで突っ込まれるわけよ。ボーンみたいな。それがでもめっちゃ嫌で、俺ね、そう、小学校の病院とかも行った、おかんに連れられて。で、なんか、そう、自分なりにどうやって喋ったら言いやすいのかなとか、どうやったらいいのかなとか、結構いろいろ考えたけど、俺悔しかったけん、そう、普通に俺めっちゃ悔しかったけん、クソだと思って、なんか、絶対に、こうなんか、そんなんでいじられんぐらいの強い人間になろうと思っとったけんさ。だから俺は結構そこでメンタルを強く、そう、生きようと思ったけん、あれやったっちゅうけど。なんか、まあ正直大人になったら、まあ理解もあるし、似たようなやつも出てくるわけよ。だから、けん、俺はお前みたいに悩んどんやつに言いたい。俺が先頭におるぜ。大丈夫。俺がこうやって先頭に行っとって、もうお前に言ってくるやつを俺が、うーんって、うーんって跳ね返しちゃう。でも、まあ、結局、俺は、どうやって克服したかっていうと、なんかね、ゆっくり喋ってみたら、自分の名前、俺も、下の名前がいとほやけん、俺、あ行言いにくいけん、いとほって言うのめっちゃきつかったわけよ。でも、なんか、自分の中で例えば、空気を吸ってみるとか、ゆっくり言う、あ、なんかね、ゆっくり言うのやってみたらいいよ。とか、俺これ結構やっとって、昔からやっとって癖になっとっちゃうけど、こう身振り手振りを足すとか、これするだけでも楽になったりする。人それぞれ、マジでいろいろあるからよ。そうやけん、いろいろやってみたらいいと思うよ。そう。俺は、ゆっくり喋ったら、意外と大丈夫だなって思った。あと、あんまり深く考えない。俺が小学校の頃、一番嫌やったのが音読やったね。お前も音読きつかったやろ、わかるよ、気持ち。俺と同じような症状持っとやつは、マジで強く生きてほしいと思うし、俺は少なくとも、もう世界中誰が笑おうが、俺は味方やけん、マジで安心しろ。なぜなら俺もそうだから。いや、結構やっぱね、練習はいると思う。勉強とかと一緒で、もう苦手意識がつくわけよ。大丈夫、そんなんで笑うやつ将来でかくならんけん、大丈夫。見ろ、だってほら、笑われとった側やけん、小学校の時。小学校の時真似されとったやつが、今では、かっこいいけん、髪型真似しようとか言われるようになるけん。味方は多いぜ。やけん、大丈夫、大丈夫。それを、大人になっても、小学校とかしょうがない。正直、あんま字がないけん。でも、大人になってからも、いじってくるようなやつは、全然でかくならんけん。もう、揃いも揃って、中学校の時に突っ込んできたやつとかは、マジで、誰もでかくなってない。なあ、みんなつまんねえ人生送ってるわ。だからよ、大丈夫だぞ。なんか多分自分に合った話し方とか、発音とか、発声とかがあると思っちゃうね。やけん、俺の場合とかは、歌っとう時とかはもうマジで問題ない。不安になったりするかもしれんけど、なんかね、俺はね、割とね、メンタルでもうなんか克服した。なんか、俺が俺にひよっとったら、一番しょうもないなと思って、俺だけは俺に強気でやらないかんなっていうメンタルになったんや。多分俺が俺にビビっとったら、もうどうしようもないやん。なんか歌うように喋るといいぞ。俺はね、結構いろんなことを心がけたかもしれない。結構手探りやったけん。でも小学校の時ながら、小学生なりに結構いろいろ考えたね。あげん、まあ困ったらいつでも来いよ。ここに大先輩がいるぞ。お前まだ学生なんだ。じゃあ年下じゃねえか。大丈夫だぞ。それはそれでお前の個性だ。いいじゃねえか。大丈夫、大丈夫。そんなんはマジで大丈夫よ。マジで大丈夫。なぜなら俺が大丈夫だから。